こんばんは。なんか好きじゃないな色が。フラペチーノさんハートありがとう。こんばんは。SF48 2期生の川本アナです。ようこそ。こんにちは。おーい、ナイス。こんばんは、ありがとうございます。なんか赤い、あのね、電気が赤いんですよ。なんか電気がね、オレンジなんですよ。だから、しょうがないんですよ。私実家にこれを持って帰ってきた。ファンの人にもらった猫バス、猫バス作るやつ、猫バス作るやつ。ずっとこれね、トトロ一回作ったことあるのけど、猫バスをもらっててやってなかったから、せっかく実家に帰るときに持ってこようと思って。ちょっとね、ゴールデンウィークなんで、今から私のゴールデンウィークで、川又のゴールデンウィークなんで工作をしていこうと思う。この実家で作りたいね。すっぴんです。いやー、銀さんありがとう。さっき帰ってきたばっかり、実家にチップと数秒だけ触れ合った。そしたらご飯だよって言われて、ツツ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 ツって食わすね。ちっちゃいやつ持ってったよ。ちっちゃい食わすわ。今日からアンピのゴールデンウィーク。そうなんだ。ちゃんとタロットも持ってきた。トランプも持ってきた。綺麗だよ、ありがとう。ちゃんとね、準備周到なの。ちゃんとスイッチも持ってきた。スイッチの持ってるカセット全部持ってきた。スプラトゥーンとかもポケモンも持ってきたし、あとおもりも持ってきた。あつもりか、あつもり持ってきたし、今日ポケモンして、あのね、マジ最後のところ、あとね、最後のジム行く。ジムは全部行ったので、最後1位になれるかどうか、ジムとあと最後のボスの戦いのところにまで行った。もう終わる。ドキドキ。トランプちゃんと持ってきたから、私ちょっとここでマジックを披露しようかな。じゃあどれもいいんですけどね。あ、やっぱやめよう。じゃあまず一番上のカード、あのうさこさん初見ありがとう。STFORTATE2 期生の川本アンナです。じゃあ一番上のカード、あー、見ちゃった見ちゃった。やばい、私毎回見ちゃうんだよね、見たすぎて。わお。もうすぐチャンピオンになれる。そう、音だけ楽しみください。ちょっとここの高い位置でできないので、きっとこれがね、できない。ちょっとダメだった、はい、モニター見ないで。はい、このカード覚えてください。いいですか、覚えましたか、このカード。じゃあ上に乗せます。じゃあ上に出したカードを、どこでもいいんですけど、どこでもいいんですけど入れます。よし、どうですか、ジョーカーだったんだ。合ってますか。ドゥルルルルルルうま、ありがとう、嬉しい、うま、嬉しい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。てれれてて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 、てるる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 る。じゃあストップって言ってください。一番最初のストップって言った人を目印します。ドゥルル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 
これ覚えてください。危な、ちょっと見えそうだった、文字が多そうだったね。覚えましたかこれ、覚えましたかね、覚えましたか、いいですか。じゃあこのカードを一番下に入れます。一番下に入れました。はい、シャッフルします。なんてこった。じゃあ探していきたいと思います。違うかな、ちょっと怖くない、ちょっと不安。違う、違いますか、不安不安不安。うわ正解、よかったやったー、ハートかと思った。一瞬さパッてやった時に赤だったからハートだと思ってさ、えこれと思ったけど、よかったプロみたい、イエーイうまい、ありがとうございます、天才、やったー。ちょっとずつ腕を磨いています。あともう一つできるよ、カード裏返すやつもできる。じゃあストップって言ってください。全国回れる、これゆっくりやってもね、別に。私何やろうとしたっけ、あーはいはいはい。じゃあこのカード覚えてください。このカード覚えましたか、このカード覚えましたかね皆さん、はい、ちょっと見分けちゃったけど見えてない、コメントしか見えてない。じゃあこのカードを入れていきます。適当なところに、はい、入れました。覚えました、よかったです、ありがとうございます。一応シャッフルしますねちょっとめっちゃ分かりやすいやつかもしれない、もしかすると。ドゥルル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 ルジョーカーだね。カズキンさん、うま、ありがとう。当たった？すげえ、やった、当たったんだ。やった、やった、やった。ピンポン。ピバー。またジョーカーっていうのすごいね、すごい。ジョーカーって同じ色なんかな。2ジョーカー2枚あるじゃん。ジョーカー入れるの本当はダメだよね。もう一回、あ、ジョーカーカラフルなやつあるんだ。よし。あともう一個だけできる、もう一個だけ披露してあげよう。めっちゃ上からじゃあラッキーセブンを用意しよう。僕何でもいいけどやっぱラッキーセブンがいいよね。ラッキーセブン、腕を上げてますよ。はい、ラッキーセブンのねカード用意しました。ギャバが好きなのか、覚えとこう、いつかのために。これですね、覚えましたか皆さん。お、覚えるも何もないか覚えなくていいよ、覚えなくていいよ。じゃあどれでもいいんですけど、好きなカードを選んでください。好きなカード投票ですよ。右から 1,2,3,4、 みんなから右か分かんないけど、こっちから 1,2,3,4 投票で決まったのを抜き取ります。順番覚えてないよ、今変えてもいい、マジで何でもいい、本当に何でもいい、もう本当に何でもいい。これにしよう。右から5番目ないんよ、見えとる、なんかででん、お、4番目が多いね。
心理テスト。これこれをですね、皆さん見てください。目をつぶりますね。これ覚えてください。覚えましたか？これも見てないですよ。じゃあ重ねます。もう本当に混ぜ混ぜる。どれかな。うわー、これだな、これだな、私が選んだカード、これだな。なんでわかるの？なんででしょう。すごい嬉しい、当たった、やったね。なんでわかった？なんでだろう。マジック用の BGM あると雰囲気出るのでは。確かに。コージさん、レインボースターありがとう。上手くなってる、スムーズ、やった。爪のやつつけた。今後わかんなくなるじゃん。しょっくり、しょっくり。他のやつもできるようになりたいので練習中です。でもむっちゃむずいからちょっと待っててください。極めれるように頑張ります。結構ね、成功率、なんとかシャッフル、ショットガンシャッフル、別名なんだっけ、なんとかシャッフル、めっちゃ上手になってきてる。ほら、種も仕掛けもございません。別名忘れたね。忘れるよね。はじめまして、レアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。STU48 2期生の川本アナです。ありがとうございます。コインのマジックどこでもできるか、おすすめ。コインか、確かにできるようになりたいね。リフトリフト、なんとか、なんだろう、思い出すなよ。楽しくなる、よかった。あと私はそう、あれもできるんですよ。タロット占いもできるようになったので、ぜひ皆さんのことを占わさせてください。 YouTube で検索するといっぱいあって練習してた。マジ？じゃあ頑張ろう。そっか、いっぱいあるといいね。コインも私できるようになろう。今コインじゃないけど100円玉持っとるよ。100円玉持っとるかな、分からんけど。500円玉持っとる。写していいよね、500円玉って。なんかダメ、アイドルは100円玉写してダメですとかないよね。100円玉ある、ちょっと調べよう。コインマジ、大丈夫ですか？よかった。1万円はダメらしい。あ、そうなの。500円玉バン連絡。500円玉移したためバンになりました。おもろいね。うん、音は鳴らすのはダメかも。チャリン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 。すごいこれ。
ちょっと音声ないのきついわ。ちょっと待ってて。確かにチキン玉開封配信できたから、確かに。おお、うんうん。ちょっと待っててみんな。コイン初です。すげえ。うん、ちょっとこうマジ真面目ないよ。うわ、むずいかも。え、やばっ。むずい、無理。苦手。これはちょっとね、研究を組まなければならないね。研究だよ、これは一発でできるものじゃない。諦め。これはちゃんと裏で努力しなきゃいけないやつだ。裏で努力しないとね。大津さんありがとう。まあ種も資格もないですけどね、何もないんですけど。多分同じの練習してた。これ練習しないとダメだ。練習あるのみ。そうだね、本当にそうですよ。そうね、怪我しちゃう。怪我するの良くないよね。怪我良くない。そうそう、そうなのよ。怪我しちゃうから。すべ、あーと思ってきてた。よかった。見て、昨日買った日焼け止め言ったっけ。あ、言ったわ。昨日じゃないか、一昨日か。塗っとこう。日焼け止め塗ろう。今日新幹線ずっとポケモンしてた。マジで3時間半、さあ4時間ぐらいあるんでしょ新幹線。2時間なしぐらいか。3時間ぐらいやって、そう、塗りみたいに塗れるやつ。しかもサラサラになるからいい。なんかさ、サラサラじゃないじゃん、べっちょりするじゃん。あとね、私いつもこれを持ち歩いてる。で、新しいの買ったらなくなりそうだから。頭皮がね大事らしい。なんか天気開いてた。5060、え、60レベ。今ねほぼ70いきそうぐらい。クワッスは行ってて、あーでもみんな60後半かな。これそういう日焼け止め今めっちゃあるよ。これはね、私が買ったのは VQ ビタミンってやつ。なんかね、良さそうと思って。いろいろある。レベルって99レベルまであるのかな、わかんないけど。多分移動ネムネムならなかった、ずっとゲームしてたから。
で途中で眠眠になった。でも寝れなかった。100レベルまでか。じゃあもうちょっとだね。頑張る。ということで、隣のトトロ猫バスを作っていきたいと思います。とはいえ皆さんたくさん私に話しかけてくださると嬉しいなと思います。ちょっと喉が詰まりました。他のストもまだまだやってみたい。え、やりたいよ。私さ、太鼓の達人マジ欲しいんだよね。でもファンの人がね、太鼓の達人送ってくださったらしいの。でさ、で嬉しいと思ってさ、楽しみに待ってるんだけどさ、なんかねまだないらしくてね。なんか今までにもこういうことあったのかな、知らないですけど、なんかねないんですよ。ないなくなったんですよ。マジで見つからない。ちょっとマジでこれに関してはマジでクレーム入れていいと思う。だってさ、せっかく買ったものがさ、メンバー届いてないってさ、あるまじき行為だと思いません？怒ってます。なんかいる、ここに。あるまじき行為です。カンカンっていうのをね言ったらね、マネージャーさんにあるまじき行為ですって怒ってますって言ったらゲームしたいだけでしょってそうだけどそうだけど、だってそう、なくなったんですよ。タタコンって何？そうだよ、そんなことあるのかね。でも動物の森も2個ね送ってくださったんですよ。でもあつ森はねあったらしいの。でもあつ森私そう別の方にいただいたから、今でもね結局あつ森もあつ森あ見つかったみたいなの言ってたんです。あ、そうなんですね、嬉しいって言ったんですよ。でも結局私の手元に来てないからどういうことっていう。郵便事故の可能性はないです。だって手紙届いてたもん。手紙は届いてた。でなんかその時は何も思わなかったの。なんか太鼓の達人と集まりをなんとかなんとかって書いてたので、なん届いてないから何のことだろう、次送ってくださるっていう次回予告かなって思ってたら違ったの。手紙届いてるからさ、それはねもう届いてるってことだし、集まりあったらしい、集まりあったらしいですみたいな連絡来て、やったーって思ってたけど、3回ぐらい事務所のプレゼントコーナー見てもないんですよ。まあ、どっかに保管されとんのかな、分からんけど、私さんが楽しんどるかもしれん。太鼓の達人私もやりたい、コト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 やりたい。だってさ、太鼓の達人ゲームあのさ外でできないもん、恥ずかしくて。やりたい。楽しみにしてます。持ち出されたかもしれない、誰かに奪われたのかな。悲しいだけ。ではね、早速猫バスを作っていきたいと思います。何これ、何これ、むずっ、こんなんやったっけ、むずっむずっ、あ、これか、むずっ、もうむずいんだけど、ドゥルルルルルンタ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 ン、ちゃんとこれで作ろうと思う。アンピ、器用っていうほどではないけど、普通不器用、うん、不器用っちゃ不器用かも。みゆひまさん式ありがたい、水泡テート2期生の川端アナです。気がつかれなかった、大変。多分全部当ててくれるよ、多分ね。多分よ。
ゆみさん100ありがとう。そう、猫バスキットがあるの。猫バス作る。オルゴールどうなった？音は鳴るよ。飾ってるよ。猫バス乗ったことありますか？乗ったことないんですよ。うん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 。ルル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 ル。うんうん、これってボンドでくっつけないといけないやつだっけ？どうだっけ？裏側に筋、裏側に筋。広島はたまに猫橋走っとる。そう、走っとる。でも1回しか見たことないからあれだけど、見たことある。私猫橋走っとった。普通に頑張って走っとった親子の人が。こんにちは。ジブリのキャラ何が一番好き？ポニョかな。ポニョかメイちゃんかチビトトロが好きかな。ポニョ、でもポニョが一番好きかな。あのさ、普通のポニョが好き。人間じゃないポニョ。人間のポニョも好きだよ。好きだけどさ、人間のポニョも大好きよ。でもあのボンド置いてきちゃった。パパー！パンダー！パンダー！あー、私さ、あーね、あ、ボンド持ってきてたわ。そこにあった。パパとママ絶対オルゴール作ってもらえない。ママは絶対そういうの好きじゃない。ちっちゃいもの作るの。パパも多分好きじゃない、そういうの。わかんない。作ってるとこ見たことないだけで好きなのかもしれない。作ってるの見なかったらあんま好きじゃないよね。他のジブリもあるんじゃない？寝てるポニョは、あ、寝てるポニョ可愛いよね。カクンカクンみたいな。ナウシカね。ヤックルー、優勝おめでとうございます。千と千尋のあの空間すごいよね。やっぱ素敵だよね。でもジブリの作品で何が一番好きって言われたら、私はそうね、私はね、千と千尋が一番好きっていうかな。やっぱいっちゃん面白いと思う、千と千尋が。ね、みんな思わない？みんな何が好きなの？いっちゃん好きなジブリの作品は？トトロとかも好きだし、好きだけど、でもやっぱ千と千尋だわ。あれは私見るたびに変わるんだよね。見るたびに、例えばトトロ見たら、トトロいっちゃんだなって思うし、千と千尋見たら千と千尋だなって思うし。ラピュタ、あ、ラピュタ好き、ラピュタ好き。風の種のナウシカ、ウエイさんハートありがとう。天空の城ラピュタ、あら、ラピュタ好きだわ。もののけ姫もね、いいよね。最近見てないからちょっと混ざってる。風の谷のナウシカともののけ姫、私混ざりがち。
ゲド戦記見たことない、顔なしね。あ、耳をすませば、あー、いい、いいですね、いいよいいよ、天才。耳をすませよね、いい、わかる。ハールたまに見たくなる、わかる。シータかわいい。バズー、シータ、バズー、バズーか、バズー、バズー、どっちだっけ。シータ、シータ、パルス、母さんが残した熱い思い、母さんが許したあの感、あのさ、あのさ、さ、あのなんとかなんとか、地球は回る、僕を乗せて君も回る、地球は回るよ、回る、ルルルル、地球は回る、トゥン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 トゥ。配信、配信ね、18時半ぐらい、1時間半ぐらいかな、するかな。トゥルルルルルルめっちゃ回るどんなんだっけね、コンクリートロードはやめた方がいいと、いいぜ、いいと思うぜ。あー、見たな、やなやつ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 しおりさん、ありがとう、ありがとう。実写版、何の実写版に合う、私、ありがとう。シータ似てる、まずー、絶対今似てなかったシータ、ディリリ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 40秒で支度しな、3分だけ待ってやる。何これ、何これ、これ何、これ何、これ何、これなんじゃ、なんじゃこりゃ。え、これどこにつけるん、これどこにつけるん、わからんねんけど、どこでもいい、どこでもいいわけないか、いやでもどこでもいいかな、だってわかんないんだもん、そういうとこだよね。待って、ここじゃない、こういうこと、ちょっと待ってよ、やばい、髪の、髪にきついた。あー、はいはいはい、これはね、どこでもいいわけなかったよ、そりゃそうだわね。ドラミちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、これだよね、もうお兄ちゃんたら。何 F9 って何 ?F9 ってマジなんだ、なんだ F9、 F9 これか、おしっぽさんか。千と千尋のカエルの声、千も出し、できないんだよできないんだよ、やめてくれできない、できない、千も出し、千も出し、
ドゥルルルルルルドゥルルルルルルドゥルルルルドゥルルルルドゥルル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 って何？おしっぽ？ここにつければいい？もういいよ。つけたらいいってことか。わからんけど。リン。違うって言われるな。私マジモノマネできないんですよ。モノマネも磨けるようになりたいけど、多分もう無理だから諦めてる。占いはね、素質がないとまず無理よ。素質がないんですよ、私には。素質がない。ここじゃん、これじゃん、できないから。よし、うまい。あー、そうね、そういうのできる。時々できるやつがある。ベラン。あ、ピンセット使ってなかった。ピンセット使わないと。猫バス見えないね。猫バスらしいよこれ。メンバーのモノマネガチでできない。無視をされるバナ。ユバーバ、ユバーバ、ユバーバ、贅沢なならねえ。絶望的にダメですね。かまじい、どんなん、何言うっけ。ボーク、ボー、あ、ちょっと違う、最近ボーくんができなくなりました。ジブリパーク行きたい、私行きたい。ちょっとね、ボーくんね、今瞑想中なんです。できなくなりました私。あ、ピンセット、ピンセット、ピンセット持たずにやってた。真っ暗くまつけ出ておいで、出ないと目玉は弾かるぞ。まあ、カブトムシの裏側みたいな。さつき、メーン、メーン。あ、パパにこの部屋閉めてねって言われたんです。え、なんでって言ったら、うるさいからって言われた。こういうところか。メーン、メーン、メーンのバカ。あれじゃん、お姉ちゃんのバカ。言うよね、でもこれ言うくない？言ってるよ絶対。お姉ちゃんのバカ、めいのバカ。さつき似てる？やった、さつきいけるんだ私、初耳だ。やったね。カンタ、あ、カンタのいいよね、あそこ行こうよ、いいよね、わかる。恥ずかしい気持ちしかないよ。シェリーさん、うま、ありがとう。竹松さん、トートありがとう、トートイ。ジブルパークいいね、近いの。
カンタいいよね。うんうん。すごいね。確かに。な友達？友達なんかな。おもろいわ。何これ。何これ。マジ何これ。何これ。あ？あーん。あーん。これどこにつける？あ、え、ここ？あ、すごい。こんまか。危ないよ、危ないよ。どれ？方向、これ？うわ、細かくて無理かも。あ、ピンセット使わなきゃ。あ、ピンセット。ピンセット、ピンセット。手で持ってる。やーい、おめんち、お化け屋敷。カンタ！私男の子嫌い。でもおばあちゃんのなんとかおはぎは大好き。大好き。記憶すごい覚えとる。やった。語尾が似てる。あ、そうなんだ。じゃあもうちょっと極めればもっと似るってことか。ポジティブだから私。やったね。再現度高い。子供っぽい喋り方なのかな。え、でもちょっと猫バスっぽくない？ちょっと猫バス。メイ、おばあちゃん家でいい子にしててって言ったでしょ。言ったでしょじゃないか。なんだろう。メイちゃん、いい子にしてたんだけどねっておばあちゃんが言うんだよ。結構覚えてるかも。にぎはやみこはくぬしだ。懐かしい。記憶力高め。そうなのかな。やっぱジブリっていう作品がすごいからだよ。火のホタルの、私火の火ホタルの墓の妹と被ります。私ね、見たことないんだよね。まだ見たことないの。まだ未経験。見たいなって思いつつ、なんか見たいなって思ってから放送されてないんだよね。見たことないんだ。ホタルの墓か。あ、くしゃみ出そう。今日花粉やばない？今日花粉飛んでる気がする。わかんないけど、なんかね、感じる。でるるるるるるるさあ、出かけよう。ドゥルルルルドゥルルルルルカバンに
来た。ホタルの墓以外はでもだいぶ見たんかな。え、でも私ゲド戦記みたいなの見たことない。見たことないな。ルパンあるよ。何度か。そうなのか。視野を広くするというのはいいことですからね。多分。F あった。F4。風立ちぬ見たよ私。見た。風立ちぬ。授業で見たんだ。私なんかさ時々さ授業でさ見るやつあるよね。なんか私さ倫理でさあれ見たことある。なんかねちょっと題名忘れたけどなんか見たことある海外のやつ。なんかね2本ぐらい見た気がする。あと毎回小学校の時になんかねなんか親と先生のお話し会みたいなのがあったの。お話し会っていうのはそのファンの皆さんと私とのお話し会みたいな感じじゃないよみたいな報告会みたいなのがあって、その間生徒は待つんですよ。で映画見れるんですよ。でその時によって違うんですよ。なんか春4月ぐらいに修学旅行行くんですけど小学校の時。なんか春ぐらいの時は修学旅行の動画を流されるんですよ。修学旅行の写真とかのスライドショーを流されるんですよ。小1とかマジ興味なかったよね。小1小2小3小4ぐらいはさ興味なくない？先輩のさ修学旅行の写真全いつだと見せられるんよ。なんかさプロジェクトマッピングみたいな感じで、プロジェクトマッピングじゃないけど何の思い出のスライドショーで見るんですよ。知らない先輩ばっかだし、知らない先輩ばっかで面白くない。でも高学年になるにつれておもろいよね。高学年から知ってるみんな結構なんだろう、一つ上とかも知ってるじゃん。でおーってなるよね。で自分の代が面白かった、自分の代がいっちゃ面白かった。それはみんなそうか、みんな面白い、みんな知ってるし、どんな子かも知ってるからっていうのもあると思うけど、めっちゃ面白いし、映るたびに笑い起こるよねみんな。知ってる人が出てくるとねいいよ。あった、低学年ポカンってなってる絶対。であとはなんかね、でもね映画見たことあるよ。なんかねあれ ラルカスみたいな、ラルカスみたいな、何だっけな、ラルカス、あれ間違ってるかな、なんか何やっけさ、ラルカスみたいなパンダみたいな、レッサーパンダがおるよね。あれ見たことある。ラスカル、その子見たことあるよ。そのなんかその待ってる間の時のやつで、あと平成のなんか踊るポンポコリンみたいな、平成踊るポンポコリンみたいなやつ、ジブリかな、なんやろあれ、あるよね、それ見たことある。アライグマか、レッサーパンダでもないし、もうめっちゃ間違ってる。見ましたね。平成たぬき合戦か、ポンポコ。え、ポンポコ合ってんじゃん、平成たぬき合戦ポンポコ、ほら合ってんじゃん。ポンポコリンをつけたダメなのかな。リンつけちゃった。友達の家でめっちゃ抱かれててってどういう状況。面白い。そう見てた、見てたとか見ましたね。あとなんか見たと思うけど記憶にない。なんか記憶にあるのはだから動物系を見たのかな。そういうの見たことがあるね。 E28 あと、んこれこれここ、んー
タヌキ系統のものばっかり好きだったんかもしれない。でもドラえもんも見たことある。いや中学校かな、中学校はドラえもんのスタンドバイミー見た。高知が舞台のジブリ、なんだろう。猫の恩返しは見たことあるよ。確かに考えさせられるよね。でもジブリってさ全部勉強になるくない？しかも大人になるにつれてさ考え方がさやっぱさいろいろになってさどんどんさなんだろう大人になった、なっていくのを実感するわ実感する全然大人じゃないけどねまだ。けどなんかやっぱ見方がどんどんポニョとかも変わってくるしトドロもただ楽しいだけで見てるわけじゃなくなってきてるのがをジブリはそれも楽しめるからこうだったんだとかって思えるようになってくるからなんか面白いよね。見るたびに考え方が変わってるというかね、見方変わるよね。さつきが泣いちゃうところとかもさいいよね。泣くのは良くないけどさなんかさねやっぱ子供だったんだなみたいな、ちょっと大人っぽいけどさ我慢してたんだなみたいななるよね。よしよしよし、いい感じ、喋りながらいい感じ。風の谷を直すかね。いやん、ついちゃった。よしよし、いい感じじゃない。次、英語演直しか。ラプタ、ラプタもね、ラプタ好きだな。あ、紅の豚もね見たことあるよ。でも全然覚えてないや、どんな話だっけ。なんか飛行機飛んでたことしか覚えてない。パン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 、これ押さないとさいけないやつだ。そういえば今思い出した、押さないとねどんどんねこう上に上がってくるとどんどんなんだっけ、なんかねあれになるんだよ。なんかさどんどんなんかねなくなっていくの。そうだった、今思い出した、懐かしい。一回ねこれトトロ作ったことあるんですよ。でトトロねどんどん軸がなくなってってボンドでくっつけるしかなくなってったんですよ。だからちゃんと最初から押していかないとダメなんですよ。そうだった、あっぶね、忘れるとこだった。過去を振り返らないとね、やっぱね大事ですか、過去を振り返るっていうのはね大事ですね。魔女の宅急便もね、でもちっちゃい頃私さ最初のあそこが好きじゃなかった。あのなんだっけ、これ合ってる、合ってるか、最初のあれがなんかさ事故るところうるさい、よしよし、木工用ボンドですよ木工用ボンド、猫バス作ってる、バス猫、ね、なんだっけ猫バスだっけ、なんだっけこの子の名前、合ってるっけ、猫バスか合ってるか。狼子の歌、雨と雪だよね、好きだよ私も。あれはさなんていうの、なんのアニメ、ジブリじゃなくて、ジブリじゃないよね、なんやろあれ、なんて言われるアニメ、あ細川監督のって言われるやつか、細川さんかな、細なんとかさんだね。
ああの物抜けの子、物抜けの子じゃないわ、化け物の子とかね、あるよね。小豆島雨降ってたからね、ほうきまた見なかったのよ、悲しいよ。私君の名はがめちゃくちゃ好きで、一番好きな映画は私君の名はだと思います。なんかねオーディションの時に好きな映画の欄あったんですよ。その時はずっとこの君の膵臓を食べたいってをずっと書いてたんです。今までもずっとそうだったんだけど最近変わりましたね。最近というか ST 入ってからちょっと過ごしてから変わりました。いいですよ、いい感じ。スズメとズメで見たよ、見に行った、楽しかった。早くねテレビで放送されてほしいな、 DVD 欲しいなって思う。天気の雲見ました。でもなんか君の名じゃない、間違えた、天気の子めっちゃ考えさせられる。そうなんかね、もう終わったよね、上映終わったから言っていいのかな。その地震をテーマにしててっていう話で、その行ってきますとかって結構出てくるんですよ。で鍵閉めて行くんですよっていうシーンがいっぱいあって、最後になんかねただいまって言ったりするんですよ。そのなんかすごいなと思って、昨日は最近見てないね。あー見たかも、最近見たわ、1週間以内に見てます。で最後まで見れてないけど、君の名はみたいなとこまで行ってない、全然すれ違いが起きなくなったぐらいのところで止まってる。私天気の子じゃないよ、全然雨の子ないよ、晴れの子かね。なんかそのね、なんか「ただいま」って言えなかったみたいなを最後「ただいま」って言ってるんですよ。え、なんかね見てほしい、見たら見てほしい。ネタバレなんかね難しいよね、これ話すの難しい、ネタバレになっちゃうな。見たらいい、見たらいい。安否の子のラストはまだ今なうです、今途中ですね。四国くんありがとう、ありがとう。カーネーション、福山晴れるといいね。確かにファンの人がね大変よね。え、雨予報なの？ちなみにやけど、リリ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 。あちゃさんかわいい、ありがとう、かわいい。ありがとうございます。あまりよろしくない天気、そうなんだ、2回見たの、そうなんだ、いいね。え、ちょっと猫バス感もう出てるよね。今ここまで行ってます。坂道トンネル草葉原一本橋に、うん、どことなく雰囲気は確かに。猫バスって言われたら、あ、猫バスなんだって感じじゃない。鼻がムズムズする、今日花粉飛んでる気がする。
わかんない、私だけそう感じるのは。猫バス感。雲のすくぐって下り道、トゥトゥルルル。中にさつきもと、めいちゃんいないよ。さつきちゃんはね入れられるんだよ中に。さつきちゃんだけ入れる。いやちょうどねこの猫バスはねトトロのところに向かっているところのやつになるから、そうめいちゃんのところに行くやつだからさつきしか乗っとらん。切ないシーンですね。めーい、あめーちゃんのシーンです。作ったらやろう。ミニチュアでさ、あのメイちゃんとサツキの家作りたいよね。めっちゃ良くない？いいお家だよね、あそこ。アリエッティのお家もいいよね。ちょっと住むならアリエッティのお家住んでみたいかも、私。実はアリエッティのお家に住んでみたい川又アンナです。よかったね。ファイナルアンサー、何が？あーでもさ、あポニョの家にも住んでみたくない？ソースケンチ超良くない？あんなさポツンと一軒家みたいな、いいよね。ポツンと一軒、まあでも不便なんかね。でもね楽しそうじゃない、あんなね上にお家があるって。どうなんだろうね。いい感じ。すごいとこに立ってるよね。ね、すごいよね。丘の上に、崖の上か。崖の上って言ったらなんか崖感あるけど、まあでも崖の上のポニョだもんな。丘の上だよね。丘の上。あんなにもね、あそこ家なんだって言えるくない。あの家そうなんみたいななるよね。木の上の家、チップとデールじゃん。ディズニー行ったら乗れるよ、チップとデール。チップとデール。車運転できない、確かにね。あれは車運転できないとねダメだよね。パパ、耳をすませばのお店、おしゃれよね。いいね、確かに。いいね、確かに。トムソーヤ見たことある？アニメなんだ。なんかね本あるよね、トムソーヤの。読んでたかも、小学校の時。全然覚えてないけど、どんな話かも覚えてない。多分読んでないかも。読んだに入らない分類で読んでたかも。木の上の秘密基地憧れよね。ずっと作りたいと思ってた。やっぱみんな子供の頃誰しもが思うよね、憧れる。あんなんて作れるもんなんかね、あるんかね実際にやってる人。ちょっと気になってきた。 TikTok とかでありそうじゃない、作ってみたみたいな。
YouTuber さんとかいないのかな、そういう人。作ってみた動画でさ、作ってほしいね。絶対見る私。じゃあファンの人待ってますね。作ってみた動画。天使のやぐさん、ありがとう。こんばんは。木の上に秘密基地作ってみた。実際に木の上住んでる人いるの？どこ？日本にいる？日本？ E38。木の上のカフェ、木の上の家のカフェ。でもね、なんかね、バンガローみたいなところに住んでる子はいるけど、何バンガローって？何？うん、なんだこれ、左右反対か。あ、はまった。木の上で検索したらすごいの出てきたよ。ツリーハウス、ツリーハウス。私も配信終わったら調べよう。え、ちょっといい感じじゃない？でももう飽きてきたよ。一回やめようかな。一回休憩しよう。実家だから作りたいっていう思いなんですけどね。ここまで行ったってちょっと印つけたかなと思ったけど、印つけるもんがないからいい。え、ツリーハウス調べてみよう。自分のペースで。君と巡り合って、肩の力が抜けた。ルルルルルルル。10秒だけやってみる。10秒だけやろうかな、じゃあ。10秒だけ。こんばんは。木の上のツリーハウスね。ツリーハウス。じゃあ、ツリーハウス、ツリーハウス、ツリーハウスになっちゃった。ツリーハウスで検索しています。全国おすすめって書いてある。全国おすすめのやつがあるんかな。全国おすすめ5選、秘密基地みたいでって書かれてる。あー、なんかホテルみたいなってことかな。北軽井沢スイートグラス、群馬県。朝起きたら木の上スイート。すごい、かわいい。木の上、なんか思った木の上じゃなかった。私の思った木の上はこう木があってこう立ってんのかと思ったら、なんだろう、若干木の上、木の上、私の想像している木の上じゃない。でもあー、これこれこれ、若干これ。広大な那須高原の大地にツリーハウスとテントサイト、バーベキューサイトを控えたキャンプ場、オーナー手作りの温かい雰囲気が人気。これね、これはちょっと私の想像してるやつかも。小田切ガーデン、栃木県ですね。あー、めっちゃこれ、ホーリーウッズくるさとキャンプ村、千葉県。私の想像してるやつだこれ。あ、想像してるやつ。怖くない？でもここで出る、超怖い。なんか想像してると結構違うの多い。千葉のやつそうだよね。なんか想像と、ほら、
あ、間違えた、なんか落ちちゃった。なんか想像と違う家多いね。あー、これこれこれ、鳥取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 やばいぞ。鳥取鳥取いいぞ。鳥取はしごみたいなんで渡るやつ。鳥取いいね。鳥取ガチ木の上なんだけど、やばい、これ寝れないわ、ビビって寝れない。あ、京都県だった、鳥取じゃなかった、鳥取かと思った。京都京都京都府京都府。あ、鳥取だ鳥取。ん、何これ、何、なんか鳥取市の観光サイトなのに京都府のやつなんだけど、なな、鳥取市って京都なの、どういうこと不思議な話だ、どういうことなんこれ。はてさて、どっちよね、鳥取マジで秘密基地ね、同じやつ多分見とる。あつしさん、試験ありがたい、シティフォーテッド2期生の川端アンナです、ありがとうございます。なんだよねこれ、鳥取市の観光サイトなのに昼前のツリーハウスカフェ、へえ。屋根がないのなんてあるの、どこにあるの、たどり着けてない。あ、これもやばいね。やっぱシルバニアが行っちゃうんだな。シルバニアが絶対いいわ。シルバニアに勝てるものはないね。嘘物みたい、もうもはや嘘物。にゃんと遊ぼうツリーハウスいいね。にゃんにゃんにゃんっていうキャラクターなんかな、ちょっと初めて聞いたけど。でもね、想像と違うの多いかも割と。でもね、時々ありますね、想像してるやつ。私が想像しとんのはね、ちょっと書きたいわ。鳥取のなんてとこ、京都府だった。でも鳥取市の観光サイト思っとるよくわからんよね。私が想像しているツリーハウスはこうあって、こうあって、あ、ちょっと下手だな、こう木がこうなってて、ちょっと絵にしたら描けないわ、無理だわ、ちょっとやばい家になっちゃう、やめよう絵で描くのは。でもおしゃれな家多いね、なんか木のお家みたいなのが多いかも割と。あ、でも想像してるのこれだな、軽井沢だって。まるでトムソーヤの世界、2泊3日ツリーハウス作りを体験してきてって書いてる。ちょっと見よう、これツリーハウス巡りいろんな種類あるね、すごい、鼻がムズムズする。頑固山、頑固ちゃーん、いけいけ、頑固ちゃーんだ、頑固山だって、すごいね、いい名前。千葉県の南部にある南房総市って読むのかな、だっての頑固山ツリーハウスビレッジ、ガチすぎる、ガチすぎる電力会社もガス会社も水道局との契約もない独立した森の秘密基地、頑固山はって書いてある。やばいね、やばすぎる。放置林を設備して抜粋を利用したツリーハウス、電気は 100% 自然エネルギーの利用、水は沢から引き、料理はすべて薪で作り、手作りピザやタケノコ、栗などの季節の味を楽しみますだって。あ、でもヨガやツリーシアターも楽しめるって、すごいね、ガチ。出迎えてくれたのは遊び心待ってんのおっさんたちって書かれてる、すごいおもろい。軽井沢めっちゃ自然、ツリーハウス作りスタートだって、やばいね、
自分で作ったとしてもじゃない、作ったとしても寝れないんだけど、絶対怖いよね、住めない。すごいこの人面白いね。電動ドライバーの使い方を覚えるって感じ。思ったより高いツリーハウスを建てる高さを決める。2段階で方法を印につけます。ペットボトルを水を入れてチューブをつないだ器具を使い、支柱となる4本の木に印をつけていきます。パスカルの法則でペットボトルと同じ高さにチューブに水がたまるので、支柱となる各木の水の高さと同じになる場所にテープを貼っていきます。実際目で見たら全然同じ高さに見えない。これは技ですね。だってちょっと私には分かんないけど、そうらしい。で床のなんかそこを作っていくみたいな。やばマジで危ないでしょ、絶対そこ抜けるってマジで。1日目の作業で床ができてる。絶対無理じゃない。パスカル自分で作るのやばすぎる。ユオースの企画だよね。スタッフさんも過酷ロケになるよ。4日間、この人4日間だから4日間そこで寝泊まりですよ。マネージャーさんが一番の被害じゃない被害者マネージャーさん誰も行きたがらないかも、着きたくないってなるかもカレー作りだってこの日は。あ、シャワーあるんだ、いいね。何これ。ご飯が終わった食器は灰をかけて油を中和します。近くに東京山椒王がいるので油を排水に流さないようにするだそうです。優しい。だってめっちゃびっくりした。なんか海外のお米なんかと思った。はい、灰をかけてるのがそういうお米を食べるかと思った。びっくりした。すごいね。ご飯食べ終わった後花火、いいね花火。2日目のツリーハウスは移住スペースを作っていくらしい。すごいね。子供たちめっちゃいるじゃん。屋根作りやスリル満点。屋根の上は一番低い地面から5メートル以上あったかも。だって5歳の息子がチャレンジし、めっちゃ怖かったけど楽しかったとのこと。下でいつ落ちてきても受け止める覚悟でハラハラして見てました。怖すぎん、超怖すぎん。ツリーハウス劇場やばいわやばすぎるわ。シティハウス力仕事。昼はリアルな流しそうめん。いいね、リアルな流しそうめんを作って。すごい、結構ちゃんと竹を切ってやってる。楽しそう。次は壁をつけていよいよ完成。窓と壁をつけていき、いよいよ完成に向かいます。だってすごいね、できてる。寝れないよこれ。ちっちゃい子供一人しか寝れないんじゃない。だって秘密基地じゃん。2日でできてるよ、すごくない？ 2 日でできてる。あ、4畳ぐらいの小さな小屋ですがって書いてるわ。すごいね。ツリーハウス劇場自己責任書類書かされそう。確かに怖いわ怖いわ。船の上は次は木の上ですね。すごい、でもすごいすごいすごいね。200あればいいんだって。すごいね。夜は麻婆豆腐と酒ご飯。すごい、麻婆豆腐作れるんだね。次の日の朝はパン焼いとる。かわいい。ピザ、あ、ピザ作り。不便でも超満足って書かれてる。不便だからこそ遊ぶ。テレビもなく冷蔵庫もなく、もちろんクーラーもありません。ここでの生活は正直不便です。でも子供たちからそういった不便に対する不満は全然聞こえてこず、むしろひたすら山の中に入って汗を全開にかいて楽しそうに遊んでいます。いいね。初対面かつ年齢の違う友達と遊ぶ経験を積める。あ、そういうなんかあれだったんだ。知らない子供たちだったんだ。みんな知ってる子供たちが集まってるのかと思って、多いなと思ってたいいね。おつさんあんたありがとう。いや絶対ぐっすり寝れるね。真夏真冬が一番きついよ。だってさ、木の中だったらまださ、ちょっとさ、日が当たらなくて涼しかったりするじゃん。夜じゃない、間違えた、夏って。レゴ作りたい私。
じゃ見せたくなった。レゴ作りたい私。レゴであったんよツリーハウスが。いいね。私が想像しとるツリーハウスこれ。一本の木にこうやってなってる。絶対無理なんだけど、物理的には無理なんだけどみたいなのを想像しとった。そうね。駅近、駅近ツリーハウスのカフェ。あれさっき言ってたかな、ファンの人が言ってたカフェかな、これツリーハウスの森カフェ。千葉県だよ千葉県。さっき言ってた違うっけ、千葉県じゃないっけ、なんて言ってた。すごい、何食べれるんやろ、分からんけど。レゴ、レゴ調べよう。レゴ、レゴ調べたくなった。その一本の木に今なら絵描けるぞ。私が想像しとったのは、でも絶対無理だけど、こう木があって、こうなんかちょっと適当に言うとこう木があって、こうここにこうなんかこんな感じ、イメージ的にはね。でもまあそれはさすがに無理だよね。確かに勝手にそのイメージでいたわ。お菓子の家あるよね、なんか作れるやつ、かわいいよね。食べれるのかな、あれ食べるのしんどくなるよねきっと。レゴって今何でもあるの知っとる？私一回なんかね友達とね見に行ったよ、レゴめっちゃ面白かったよ。レゴなんか何でもあるよ。そのね、あそう、ディズニーとかあるし、ハリーポッターとかもあるんよ。めっちゃすごいよ。スーパーマリオあるよ、すごくない？スーパーマリオ、マリオある、すごい。あそう、ミニオンもあるんですよね。でディズニーがいっちゃんすごいよね、再現度半端ない。で超高、超高だよ、7万だよ。えすごい、レゴパイレーツカブオブカルビアン、カルビアン。すごい、あるある、すげえ、超すげえ。地球儀も作れるの、すごい。あ、えジュラシックワールドあるよ、すごくない？ジュラシックワールドある、すごい。レゴジュラシックワールドある、あハリーポッターある、そうハリーポッターとかあるんですよ、いろいろあるよレゴ、すごいよね、面白い。カルビアン、パイレーツオブカルビアン。シンデレラ城のレゴ買って夜更かせて作った思い出。いいね、いい思い出だね。レゴのマリオめっちゃいいね、いいよね。レゴマリオ、ディズニーリトルマーメイドシェルのパレス、すごい、貝殻のやつもある、すげえ、すごいね。レゴすぎすぎる、頭良くなりそうじゃないね。レゴマリオで調べよう、マリオ。1週間ぐらいいるよ。 ST48 号作りたい。え、すごい、大魔王クッパを作れるやつがある。3万円もするけどね。すごい、すげえ、すごい。すごい、すごい、すごいね。すごい。あ、ゲーム機のやつを再現してるやつとか。あ、骨クッパ、すごー。クリボーの靴、おもろい。え、すごい、ハテナブロック、すげえ、ハテナブロックすごい、すごすぎる、みんな見て、めっちゃ高いんだけど、ハテナブロックやばい、見て、面白い。あ、ドンキーコングもある、すげえ。あ、違うのかな、もう違うかなこれ。あ、そうか、走れサイのランビ、ランビ知らないんだけど、なんかシンガポールとかおもろいんだけど。廃却したポータル、何それ。フレンズの電気自動車、おもろい。海の冒険、何やこれ。おもろい。あ、何があるかな。ハリーポッターもあるね。ハリーで出そう、短縮しちゃった、ハリーで大丈夫かな。
あ、出た出た。わあ、すごい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 。ホグワーツのアイコンだって、おもろい。ホグワーツのアイコンっていう題名がおもろいよね。ドンキーコングのやつサイなんや。そうなんだ。値段、このホグワーツのアイコンってやつはすごいよ。杖が乗ってメガネもあって本もあって、で、あのその飛ぶやつ、あの捕まえるやつ、本乗ってあれもあって、フクロウもいるんですけど、ヘドウィッグもいるやつは35,980円。やっば、うわ、もっとやばいのあった。ホグワーツの特急電車あるじゃん、あれは62,980円。やばやばいやばい、超やばやば、すごい。シリアスの脱出とかもある、すげえ。ホームアローあるよ、めっちゃおもろない？ホームアローある、みんなやばない？ホームアローやばい。ホームアローンってさ、マジおもろくない？私さ、初めてさホームアローン見た時にさ、みんなに見てほしいと思ってさ、ママにさ、ホームアローンっていうね映画で金曜ロードショーでやって録画してね見たんだけどね、めっちゃ面白いからママは見た方がいいよって言ったの。でもママも分かった分かったみたいな、絶対見た方がいいよみたいな、ずっとママに言ってたんですよ。でもね、ホームアローンってめっちゃ有名な映画って知らなくて、私めっちゃ恥ずかしくなって、めっちゃ有名っていうのを知ってからすごい恥ずかしくなりましたね。自分があんなに見て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 言ってたけど、ホームアローンってただの名作なのにさ、自分さ隠れのなのかと思ってさ、ホームアローンはおもろいみたいな、子さんぶってさ、ちっちゃい子おもろいよね、ホームアローンマジおもろいよね、全部ね。ホグワーツ城もある、55,980円、高っ、すげえ、すごい。あ、ダンブルドア校長室も1万超えですね、素晴らしい。恐竜も見よう、なんだっけ、ジェラシックパーク、ジェラ、ジェラで出るかな、ジェラでは出ないわ、フェラーリとかですよ、ジェラシ、水彩もやだ、水彩もやだ、グリーンドール、うわー、クリスマスも絶対流れるよね、みたいな。くたらさん、いいね、ありがとう、ありがとうございます、すごい。ディロフォーサウルスの襲撃、あの再現されてる、車の中でさ恐竜襲われるし、待って、やばいやばい、これ欲しいわ、これめっちゃいい。あのさ、そのさ一番最初のやつで車が2体あって、車がこうみんなで待ってて、電線が壊れてて、ここの電線がで恐竜来るシーンのさ、T-Rex が大暴れっていう題名のやつ、やば、めっちゃ超再現度、映画再現度でめっちゃやばいね、すげえすげえ、超すげえすげえすげえ、これ恐竜はさ普通にさ模型違うか作るやつか、すげえすげえ。ママが帰ってきた、でそろそろ終わろう。すごいね、今の季節すごいよ、今の季節って、季節じゃない、今のおもちゃすごい、レゴすごいね。でもレゴ全然作ったことないんですよ、私でも。ということでそろそろ終わりたいと思います。またね、トトロは、トトロじゃない、この実家にいるまでに絶対全部作り終わりたいと思います。勝手にちょっと進んでるかも配信じゃないところです、まあ、進んでるかもしれないけど、ということで、ね、ちょっとね値段でねビビるよね。では13位ドグラスさん、12位山田太郎さん、11位トンちゃんですさん、10位オカピさん、9位30点さん、8位ベクトルさん、7位竹まつるさん、6位あっちゃさん、5位牛ココくん、4位しおりんさん、3位かずきんさん、スキピー、2位オーツーさん、スキピー、1位きくりさん、大好きピー、ありがとうございます。
さらに向こうへプラスウルトラで頑張っていきましょう。それではありがとうございました。いい夜をお過ごしください。あいよん、ただいま、おかえり。何しに来たん、もう終わるのに。ないけんしようと思ったね。でも夜配信する、1時間一緒にしよう。じゃあ来期の配信をしますので、ぜひ楽しみに待っててください。ではありがとうございました。はい。